21回目を迎えましたセレクトセール2018、初日の一斉セッションが終了したところです。今ちょうど競りが終わって、間もない 2,3 頭ほどがですね、写真撮影のために、ちょうど僕の右手の方にですね、まだ馬がいるという状況になっております。改めましてこんばんは。今年もセレクトセールノーザンホースパークから特設会場からですね、古谷武彦が、競り後の解説を進めていきたいと思います。まだ正式な最終結果が出ているわけではないんですけれども、途中までで売却率が 88% を記録していました。昨年の一歳セッションが 89.3% ということで、これがセレクトセール市場で過去最高の売却率だったわけですが、それに迫る形で途中までは推移をしていました。それから序盤からですね、1億円超えが多数出まして、今回のセールでは23頭が1億円を超えるという形、そして4頭が2億円超えという、そういった、ストロングセールになりました。今回最高価格となったのが上場番号21番キングスローズの2017ディープインパクト3区のボバ、母の父はリダウツチョイスです。お母さんのキングスローズはニュージーランドの3歳牝馬チャンピオン、芝のマイル、そして 2000m などで、活躍を見せていた馬なんですが、このキングスローズにディープインパクトとの配合、皆さんご承知の里のアーサーの前提になります。こちらは2億5000万円という、高額取引で、ダノックスさんが落札をしています。そして2番目に高かったのはその直前でした、上場番号13番ミスセレンディピティの2017、こちらはキングカメハメハ3区のボバ、母の父ノットフォーセールです。このお母さんミスセレンディピティはアルゼンチンで、中距離の G1 を勝っているという馬です。こちらが2億4000万円で、鳳凰の冠でおなじみの小田さんが、落札をしています。キングカメハメハ3区、やはりこのディープインパクト、キングカメハメハ、日本が誇る2大種牡馬の子供たちが今回のセレクトセールでもやはりこう続々と高額取引馬を送り出したわけですが、このディープインパクトはもちろん目立ちましたけども、それ以上にですね、今回多くのバイヤーの方が言っていたのはハーツクライが高いと。上場番号1番のハーツクライ3区サマーハの2017がいきなり1億3500万円という取引になりました。ハーツクライが今回本当に多くの方々に競られまして、競っていただく形になりまして、1億円超えが多数出ています。3番目に高額となった上場番号26番ライフフォーセールの2017、こちらがハーツクライ3区のボバということになります。このライフフォーセールは、これもアルゼンチンで8勝 2200m そして 2000m の G1 を勝っているという実績を持っています。今ちょうど最終結果が手元に届きました。売却率は 90.6%、 セレクトセール市場を初めて9割を超える売却率となりました。そして、落札価格が税抜きですが96億7450万円、税込みでいきますと104億4846万円ということで、税込みで考えて1日で100億円を超えるというのはこれも史上初となります。1日で96億円を落札したというのもこれも過去最高ということになりました。売却率9割超え、こちらも過去最高、そして落札価格も過去最高ということになっています。序盤から2億円続出という状況、それから1億円超えが23頭登場ということになりましたが、本当に朝から活気のあるセレクトセール2018、初日の一歳セッション、もう一度繰り返しますが、落札総額が96億7450万円、これが税別です。税込み価格は104億4846万円、
1日で税込みで100億を超えたのは史上初、 90% を超える落札率も史上初ということで、もう本当に、驚き、そしてまた驚きの1日だったということが言えるかと思います。ディープインパクト、キングカメハメハ、そしてハーツクライ、その他ブラックタイド、そしてセールで1億円を超えたというのは初めてと聞きましたが、スクリーンヒーローの子供も1億円超えというのが今回出ました。まあ、そのディープ、キンカメ、そしてハーツクライという、三大種ボバ以外でも、まあ、ブラックタイドは、北さんブラックの活躍で昨年も1億円超えの馬も出ましたが、今年もブラックタイド3区から1億円超えが出ましたし、スクリーンヒーローも近年の活躍ぶりからですね、やはり1億円という馬が出ました。そういった面でも、そのいろんな種ボバの3区たちが、高額取引になりつつあるということで、ますますですねセレクト感の強い、セール、もう誰もが注目するセールで、もうディープインパクトにはちょっとなかなか買えそうもないということでハーツクライに行ってる方も多かったんでしょうけれども、それが、まあ、同じことを考えている方が多いということで、ハーツクライ3区が軒並み高かったというような現象も起きているのかなというふうにも思います。まあ、このセレクトセールは、過去20年行われて、そのセレクトセール出身馬の重賞勝ちが400勝を超えるという、そういった CM なども流れていました。そして今年はですね、このセレクトセール出身馬からエポカドーロという皐月賞馬も誕生しました。そして、スワーブリチャードが大阪杯、そして今週、水曜日ですね、ジャパンダートダービーがありますが、ドンフォルティスという馬もこのセレクトセールの出身馬ということになります。芝ダート、そして距離も問わない、あらゆる場で活躍をする馬たち、その大きな夢をかけてですね、多くのバイヤーの方々がこのセレクトセールに臨むわけですけれども、100億円を1日で超えるというすごい、1日を目の当たりにしたなというふうに思います。まあ、途中雨も結構降ってまして、あまり雨が強いと、このセールが終わった後の振り返りというのも中止になる恐れもあったわけですが、まあ、現在は雨が止んで、このように放送がお届けできているという状況になっています。明日は搭載セッションが行われます。明日も10時競り開始ということですが、搭載セッションは今日ほど頭数はいないんですけれども、やはり搭載は参加するというオーナーもいます。搭載だから馬を買うという方もいますので、また今日のバイヤーの方々とは違うラインナップで、また いろんなバイヤーの方がお目見えして、活発な競り合いが展開されるのかなというふうに思います。展示開始は8時、そしてセール開始が10時となっております。搭載はですね、お母さんと一緒にずらーっとこう、比較展示される、そのお母さんも一緒に名品ですからね、見れるという、そういった面では僕らも非常に勉強になる機会です。その搭載セッションは明日、展示が8時スタート、そしてセール開始は10時スタートということになります。皆さんのまたこの放送が始まる時間はおそらく10時前ぐらいになるかと思いますが、またその時間に、お目見えできればというふうに思います。2018セレクトセール、初日の一歳セッション、長きにわたりまして、ご覧いただき本当にありがとうございました。明日も長い一日になるかと思いますが、今度は搭載セッションが行われます。こちらもぜひご注目ください。以上、古谷武彦がお届けしました。ごきげんよう。